あ、出た。もしもし。あれ。もしもーし。もしもーし。寝てた。やっべ。生きてる。あ、おめでとう。ありがとう。ありがとう。配信中。今配信中、大丈夫。あ、おめでとうございます。いやー、無事迎えることができました。どうしよう。大丈夫だったら、ディスコードでかけ直しても大丈夫？ちょっと配信の音声的にかけてもいい？オッケー。あ、オッケー、ごめんね。じゃあ、ちょっとかけ直します。はーい。もしもーし。もしもし。おはよう。いや、レイジはね、もう、おじいちゃんが眠いんだ。無理。起きれません。いや、まあ、健康体だよね、それ。いや、はい、あまちゃん。うん。ありがとう。じゃあ、一応お名前どうぞ。僕？あ、そう、イブです。イブ、こんばんは。ありがとうございます。もう夢の中にいました。ありがとうございます。いや、おめでとう、あまちゃん。なんか、イブともさ、気づけばめっちゃ長くてさ、楽曲も書いてもらったりとかしてて。うん。この間は、なんか、トップ4のライブも見に行ったし。うん、なんか楽しいなーって、こんな長く一緒になんか普通に友達としていられるのありがてえなーって思ってて。うん、猫かわいい。ありがとう。ありがとう。うん、ね、うん、ちょうどね、今あの忍びのみんなの会議であのディズニー行こうってまたなってるよ。なあ、行こうよそれは。うん、うん、忙しいん？最近どうなの？うん、いや、もう早寝早起きだよ。うん、それはもう伝わってるよ、完全に。もう、だから、今日も頑張って起きようって思ってたんだけど、寝ちゃってた。頑張って起きようと思って、うん、ちょっとゲームして待ってたのよ。うん、寝ちゃってた。うん、なんか、バロラントつけてんの見たわ。うん。お、やっとると思ってた。うん。疲れた。レイジはね、うん、無理よ。レイジは無理。マジか。もう目が開かない。相当ジジイだねそれ。だいぶジジイだよ。いや、みんなも寝ようね。早寝は大事だから。確かに、ね、いっぱい寝た方がいいよ本当に。いや、アマちゃんが一番寝てね。だってさ、怖いよあなた。だってこの間も怖い。はい、なんかこの間もみんなでなんかご飯食べに行った時、うんうん、なんかね、猫かわいいね。すいませんすいません。ご飯食べた時は話弾んでんのにさ、うん、なんかふって見たら爆睡しててびっくりしちゃったよ、飯中に。いや、ご飯食べた後幸せで寝ちゃうんだよね。うん、いや、すごい、もう一生寝てるイメージある、あまちゃん。でも起きたらすぐ元気になるでしょ。うん、それも怖いのよ。それが怖い。あの短い時間寝たら元気になるから。うん。そうなの。あまちゃんのね、うん、なんか、印象に残ってる思い出、うん、結構怖いのいっぱいあるからさ。怖いって言うなよ。いや、なんか、何、去年もなんかライブ遊びに来てくれたじゃん。うん、うん。なんか、時間間違えて終演後に来てた。いや、それさ、でもさ、それ説明したじゃん。前日とさ、時間違くてさ。え？え、だって前日。2days だからね。そうそう、2days でさ、うん、初日のさ、うん、始まる時間に行ったらさ、2日目終わってんだもん。うん、いや、でも、それは僕のミスじゃない、なくて。俺のミスだよ、俺のミス。俺のミスや。いや、まあそういうね、うん、面白いところもあって、ちょっとまたじゃあ遊ぼう。はい、まあ、うん、次ディズニー行くか、とりあえず。
あー、行こう。うん。うん、いや、おめでとう。眠いのに、すまんね。いや、おめでたいよ。うん。うん。ありがとう。うん。ガチ眠いやつの対応で受ける。また飯行こう。また、うん、すぐ寝てな。おやすみ。あ、おやすみ。ありがとう。はい。はい、ありがとう。はい、イブでした。はい、ありがとうございました。いやー、なんか気絶するんよね、俺も。なんかたまに飯食ってる最中とかに、うん、で10分から20分ぐらい気絶したらね、すごい元気になるんだよね。電池切れるね、たまに。